相対性理論を理解できたのはたった10人。1905年、アインシュタイン博士はまず相対性理論を引っ提げて物理の世界にデビューします。現在では同時が同時でない、空間が縮み時間がゆっくり進むといったフレーズで知られている理論ですが、これは時間空間に対する革命的な内容を含んでいました。そのため発表された当時、理解できた人は世界で10人もいなかったというエピソードが残されているくらいなんです。といってもエピソードは誇張されている場合が多く、実際には当時の物理学の最先端にいた研究者たちは発表された瞬間にこの理論の重要性を見抜いたと思われます。今日ではこの理論の予言する同時が同時でない、空間が縮み時間がゆっくり進むといったことは全て実験で確かめられております。つまりそんなことが現実に起こっているということなんです。相対性ってつまりどういうこと？アインシュタインが唱えた相対性理論。では相対的とはどういうことなんでしょうか？相対的の反対は絶対的です。まずそちらから見ていきましょう。私たちの常識では空は絶対に上であり、地面は絶対に下です。これが絶対的ということですが、本当に空は上で、地面は下なのでしょうか？視野を少し広げて地球規模で考えてみましょう。日本の真裏はブラジルのどこかだそうですが、そこにいる人に今、私たちが指を指している上の方向が本当に上かどうか聞いてみましょう。すると分かりきったことですが、下というはずです。つまり同じ方向が日本人には上であり、ブラジル人には下である。ということは上とか下とか言っても絶対的には決められないんです。これが相対的ということなんです。ある人にとっては時間は正常に進んでいても、ある人から見れば遅れている。私たちの宇宙ではそんなことが起きているとアインシュタイン博士はまず指摘したわけです。なぜ星は永久に輝き続けられるのか。どんなエネルギー源でも輝き続ける、燃え続けるといつか必ずなくなってしまいますが、星は悠久の過去から輝き続けているんです。これは長い間謎とされていましたが、現在ではそれが核融合反応によるものであることが分かっています。星は天空の巨大な核融合装置だったわけです。星を作っている物質はほとんどが水素ですが、この水素が4個集まって1個のヘリウムになるプロセスが核融合です。この時物質がわずかに失われてエネルギーに転化し、そのエネルギーが星の輝きの元となっているんです。物質がエネルギーを秘めていることを明らかにしたのはアインシュタイン博士の相対性理論ですが、それは現在 E イコール
MC の2乗という等式によって広く知られております。星の秘密を解明する上でもアインシュタイン博士は大きな功績を残しているんです。アインシュタイン博士は意外にも落ちこぼれ学生だった。アインシュタインって名前は聞いたことがあるけど何をした人なの？と思う人もいるでしょう。映画バックトゥザフューチャーでアインシュタインという言葉、博士の名前は結構出てきます。犬の名前もアインシュタインでしたね。このアインシュタイン博士、彼の功績は様々なんですが、一つ挙げるとすれば宇宙論の父であると言えます。アインシュタイン博士は1879年ドイツのミュンヘン近郊のウルムという町で生まれています。数学が非常にできる少年だったそうで、高校生くらいの時、当時の物理学で問題になっていた光の奇妙な性質について自分なりに考えていたと言われています。とは言ってもいわゆる秀才タイプではなく、生物や英語は全くダメでした。そして何よりも嫌だったのが規律なんです。軍隊の行進は特に嫌いだったそうです。彼はユダヤ人だったため、ヨーロッパでは陰に陽に迫害されていました。このため学校の先生になりたいという希望が叶わず、大学卒業後はスイスの特許局に就職したのです。時間がゆっくり進むとゆっくり年を取るって本当？アインシュタインの理論によると、高速に近いスピードで宇宙旅行をしてきた人の時計はゆっくり進むので、地球上に残された人よりゆっくり年を取ります。では今20歳の双子の兄弟 A さんと Z さんに空想実験に参加してもらいましょう。 A さんは地球に残り、 Z さんは巡航速ロケットで宇宙旅行に出発します。 Z さんが1年後に地球に戻ってみると、地球上ではすでに7年が経過しており、 A さんは Z さんより6歳年上になっているんです。こんな奇妙なことが実際に起こるんです。身体検査をしてみると、確かに A さんの方が6歳分だけ肉体的に老化が進んでいます。つまり人はその時計に反応して年を取っていくのであって、ゆっくり進む時間の人はゆっくり年を取るわけなんです。宇宙の果てって存在するのか？宇宙には果てがあるのか？誰もが思いつく素朴な疑問です。この問題に初めて科学的に答えたのも、実はアインシュタイン博士なんです。アインシュタイン博士は自分の性的宇宙モデルを示した上で、宇宙を地球儀の表面のような球面としてイメージしなさいと言います。例えば地球儀で東京を出発点にして、どん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 北にまっすぐ進んだとしましょう。北極を通り、南極を通り、やがて東京に戻ってきますが、そこで終わりではなく、何周でも無限にまっすぐ進めます。
宇宙全体を球面としてイメージした時も同じようなことが言えます。無限に進めるなら、この宇宙は無限に大きいのでしょうか？いいえ、そんなことはありません。事実、地球儀の表面積は有限です。つまりこのことから考えると、宇宙は有限だが果てはないとなります。これがアインシュタインのこの問題に対する答えだったわけなんです。膨張し続ける宇宙の隅はどんな状態なのか。現代の宇宙像は膨張していると言われますから、宇宙の果ての問題にアインシュタイン博士の先ほどの答えをそのまま当てはめるわけにはいきません。では現代宇宙論はこの問題にどう答えるのでしょうか。膨張する宇宙では、遠くにある銀河ほど速いスピードで地球から遠ざかるとされるため、どんどん遠くなればどんどん速くなり、十分に遠くの銀河のスピードは光の速さに達すると考えられます。宇宙の最高速度は光速ですが、どんなものも光速の壁を越えることはできません。つまり考え方として、はるか遠くの宇宙の光は私たちのところに届かないのです。私たちが宇宙を観測するときに光学望遠鏡や電波望遠鏡を使っていることでわかるように、宇宙の情報は光によって運ばれています。電波も光の一種です。だから光が届かないということは、そこからどんな情報もやってこないわけです。情報が来ないということは、そこから向こうはないというのと同じことなんです。その意味では、そこは宇宙の果てと言ってもいいのです。現代宇宙論はそこを宇宙の地平線と呼び、地球から150億光年のあたりと考えています。広い宇宙ではどこも似たような景色が広がっている。宇宙の地平線の向こうからはどんな情報もやってこないのですから、そこはあってもない世界。そこに何があるか、私たちは絶対に知ることはできません。ところが、絶対に知ることができないと言っておきながら、実はある程度推測できるというのですから、宇宙論は最後まで聞かなければ安心はできません。なぜ推測できるかというと、アインシュタイン博士が考えた宇宙原理という便利なものがあるからなんです。宇宙原理とは、宇宙は対極的に見ると一様東方、つまりどこも同じ景色だというものです。太陽系とか銀河系といった狭い範囲で見ると、地球があったり土星があったりの違いはありますが、銀河同士くらいの大きなスケールで見ると、そんな小さな違いは問題にしなくていいんです。だから同じであるというわけなんです。つまりこれを地平線の向こうに当てはめれば、あちらにもこちらと同じような景色が広がっていると言えるわけです。ブラックホールは宇宙に開いた穴？それとも
ブラックホールは20世紀初頭のアインシュタイン博士の理論によって初めて登場した天体とされていますが、意外や意外、19世紀のナポレオン時代にその存在を予言した人がいたのです。その人はフランスの天文学者で数学者のラプラスです。ラプラスは天体からの脱出速度について考えました。脱出速度とはその天体の引力、重力に引き戻されないで宇宙に飛び出していくために必要な速さのことです。地球の脱出速度は秒速 11.2 キロです。しかし、もし地球を質量はそのままで、その大きさをぎゅーっと収縮させることができれば、脱出速度は 11.2 キロより大きくなるわけです。そこでラプラスは太陽のような天体をぎゅーっと押しつぶしてどんどん小さくしたら、どうなるかを考えました。どんどん小さくすれば、脱出速度はどんどん大きくなるのですから、十分に小さくすれば、その脱出速度は光速を超えると考えることができます。脱出速度が光速を超えれば、そこから光は出てこられないわけですから、そんな天体は真っ暗です。ブラックホールという言葉は当時はありませんでしたが、実体としてそれと同じものをラプラスは考えたと言えます。アインシュタイン博士の理論を使ってラプラスと同じようなことを考えたのは、アメリカの理論物理学者のオッペンハイマーたちです。1930年代のことです。彼らは星の死後の世界にどんなことが起こるのかを考えました。星は膨大な物質が集まってできています。その巨大な重力でどんどん縮もうとするわけですが、核融合反応による内部からの圧力である大きさを保っています。だから星の一生が終わって核融合反応が止まってしまうと、後には重力だけが残されるので、どん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 縮んでいくしかありません。どん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 縮んで、点のような大きさまで行ってしまうと、その周りに光さえ脱出できないバリアーができることが、アインシュタイン博士の理論によって分かっています。これがブラックホールです。昔の人がブラックホールを卓上の空論だと考えた理由。ブラックホールが星の死後の世界に登場してくることがオッペンハイマーたちによって示されたわけですが、当時これはあくまでも理論上の産物で、実際の宇宙にそんなものがあるとは信じられないという感じだったようです。何しろ理論通りだとすると、その穴に入ったら二度と出てこられないわけです。それに空間をどこにでもスーッと進んでいける光さえそこでは閉じ込められて出てこれなくなるわけですから、ちょっと信じられなかったのも無理はありません。1929年頃はアインシュタイン博士の理論によって予言された宇宙膨張が発見されたばかりだったので、理論に対する信頼性が一気に高まりました。科学の世界では他にどんな面白い予言をしているのだろうかと、いろいろなことにアインシュタイン博士の理論が適用されました。この中でブラックホールという面白いものが登場してきたわけなんです。
宇宙は膨張を続けた後縮み始めるってのは本当なのか、宇宙が永遠に膨張するか収縮に転じるかは宇宙の重力、引力がどのくらいあるかによって決まります。重力源の主なものは銀河や星などの天体と星間物質ですが、それがどのくらいあるかが分かれば重力の大きさを推定できるわけです。以前それを調べたところ、収縮させるほどの重力源のないことが明らかとなり、宇宙は永遠に膨張すると考えられてきました。ところが現在では理論と観測技術の急速な進歩で新しい重力源が次々登場してきているのです。よく知られているものではブラックホール、さらにダークマターという見えない物質が銀河の周りを包み込むように分布していることも分かりました。現在では宇宙はあるところで収縮に転じると考えられています。アインシュタイン博士と喜劇王チャップリンは同じ時を過ごした人でした。当時お互いに時の人であったアインシュタイン博士と喜劇王チャップリンが会見をした時、大勢の観衆にいささか戸惑うアインシュタイン博士に対して、チャップリンは僕は誰にでも理解できるから有名になりました、あなたは誰にも理解できないから有名になったんですと言ったそうです。アインシュタイン博士といえば、誰もが一番にあのベロを出している写真を思い浮かべることでしょう。とても変わった人のように見えます。しかし実際はとても真面目で無口な物理学者だったんです。ではなぜあのような写真があるのかというと、それはアインシュタインの誕生日の日、報道カメラマンにアインシュタインが舌を出してあかんべーをして、その時に撮られた写真が今に残っているんです。後日雑誌などにその舌を出している写真が載ってしまいました。アインシュタインはそれを見て気に入りました。自らその写真を切り取ってはがきに貼って出していたと伝えられています。そして今現在アインシュタイン博士といえば、あの写真がトレードマークのように思い浮かばれます。いつ時代アインシュタイン博士が列車で旅行中、車内で出会ったナチス親衛隊がハイルヒットラーくたばれユダヤ人と言われて、自分の死を願う人間がどこにいる、私はアルベルト・アインシュタインだと言ったという逸話があります。ノーベル化学賞受賞者のフリッツ・パーバーに、君は宝石のような才能をゴミのような仕事に浪費していると言ったという逸話も残されております。5歳になるまで喋ることすらおぼつかなかったアインシュタインは、学校生活が苦痛で仕方なかったんです。ドイツ・ミュンヘンにある公立学校では、厳格な校風に馴染めず、中学・高校にあたるギムナジウムでも、
規則だらけの重苦しい雰囲気が嫌で、家族のいるイタリアに逃げ出してしまいます。その後、スイスのチューリヒ連邦工科大学を受験しましたが、真面目に勉強していなかったことで、当然不合格になりました。ところが、数学と物理で受験生中最高得点を叩き出して、ギムナジウムで勉強し直すことを条件に、なんとか特例で入学資格をゲットいたしました。しかし、ノーベル賞受賞に至っても、記憶することは苦手なままだったようで、あるインタビューで、光速度の数値を答えられずに、記者から突っ込まれると、本やノートに書いてあることをどうして覚えておかなければならないのかね、と言い放ちました。相対性理論について、一般聴衆から彼は尋ねられました。もっと簡単に解説をしてください。彼はこう言いました。寒い時に熱いストーブに一人で手をかざしている1分間は1時間ぐらいに長く感じますが、美人と一緒だと1時間が1分間ぐらいに短く感じられますよね。これが相対性理論なんですよ、と答えました。これでよくわかりますね。20世紀最大の物理学者、あるいは現代物理学の父と呼ばれるかのアルベルト・アインシュタイン博士。彼は1905年の特殊相対性理論、それを発展させた一般相対性理論により、人類がおよそ2000年にもわたって築き上げてきた世界の像、形を根底から覆してしまったとんでも学者なんです。何しろ時間と空間は不変なものではなく、文字通り時と場合に応じて伸び縮みするという全く新たな宇宙像をほぼ独力で切り開いてしまったのだからすごいんです。しかも紙と鉛筆と自らのおむつだけを頼りに。ところがこの超天才の肖像写真を見ると、もじゃもじゃの白髪頭、額に刻まれた味わい深いシワの数々、そしてペロリと舌を出したあのひょうひょうとしたおどけぶり、誰もが思います、これは気さくで茶目っ気たっぷりの全くの庶民そのものだと。そう、その辺に吐いて捨てるほどいるおっさんに過ぎないと。そんなギャップが今日彼を並外れたポップスターの一人に仕上げているのかもしれません。赤ちゃんの頃のアインシュタインは頭が大きく、しかも超太っちょだったんです。アインシュタインの母親のパウリーネは、アインシュタインを産んだ時、頭があまりにも大きく、しかも不格好だったので、生まれ損ないではないかと大層心配しました。後頭部が異様に大きく見えたんです。家族も最初のうち彼が奇形児であると考えておりました。しかし医師がそれをなんとかなだめました。数週間すると頭の形は正常に戻りました。また初めて
アインシュタインを目にしたときには、祖母が何度も繰り返したつぶやきは、なんてデブなの？この子は。なんてデブなの？だったと伝えられております。けれども、アインシュタインは周囲の気がかりをよそに、少しだけ素直な点を除けば、その後、ごく普通に成長していったんです。幼少期のアインシュタインは、めったに口を聞きませんでした。仮に話すことがあっても、超スローテンポでした。というのも、実際に声に出す前に、まず頭の中で言葉をチェックしたり、試しに小声でつぶやいてみたりする癖があったからなんです。報告によれば9歳になるまでこんな感じでした。両親は息子が知恵遅れかもしれないと、やきもきしたと言います。息子の口が重かったせいで、両親はいつもひどく、気を揉んでいました。しかし、ある日とうとう、アインシュタインがこの沈黙を破る日がやってきました。家族団らんの夕食のテーブルで、彼は突然こう言います。スープが熱すぎるよ。ほっとしたのもつかの間、すぐさま両親はなぜ今まで話さなかったのかと彼に問いました。すると、アインシュタインの答えは、だって今まで喋る必要がなかったんだもん、と答えたそうです。トーマス・ソエルは、辞書の中でアインシュタインの他にも多くの優れた人たちが、幼少期も遅くなってから初めて口を聞くようになった事実を挙げています。彼はこれをアインシュタイン症候群と名付けました。アインシュタインは5歳にして宇宙の神秘に開眼します。アインシュタインが5歳の時のことです。病気で寝ている彼に父親があるものを与えました。科学への関心の引き金となったあるものとは、何の変哲もないポケットコンパスだったんです。方位磁石です。幼いアルベルト・アインシュタインを魅了したもの、それは容器がどちらを向いても針がいつも同じ方向を示す神秘にありました。彼は考えます。ということは何も見えない空間の中にはきっと見えない力みたいなものが働いているはずだ。それがコンパスを引き寄せているんだと。偉人の子供時代に共通するこのひらめきのエピソードは、アインシュタインが世界的な名声を得た後、繰り返し語られることになります。1895年、17歳のアインシュタインは難関チューリッヒ連邦工科大学に果敢に挑みます。入試科目の数学と科学は合格点に達しましたが、残りの歴史、語学、地理などは全滅いたしました。やむなく翌年の入学資格を得るためにヨーロッパの中等教育機関で日本の中高一貫校に相当するギムナジウムに行く羽目になります。それでも1年遅れでなんとか入学できました。1980年代になって新たに発見されたアインシュタインの手紙から突如天才の秘められた過去が明らかになります。彼は学校時代の学友だったミレーグア・マリッチとの間に1902年一人の私生児を設けます。
その後、ミレーガーとは1903年に結婚しますが、1919年に別れております。生まれた女の子はリゼールと名付けられました。だがアインシュタインは生涯にわたってその子と一度も顔を合わせることはありませんでした。1902年の1月、ミレーヴァはノヴィサドの実家で娘を出産します。アインシュタインはこの時スイスのベルンに滞在していました。ミレーヴァから届いた手紙の内容によれば、お産は困難なものだったらしいです。1903年9月19日付のアインシュタインから妻宛ての手紙には、初めてリーゼルについての言及があります。だがその後、誰一人アインシュタイン・リーゼル・マリッチの運命を知る者はいません。ミケーレ・ザックマンは著書の中で、リーゼルは誕生後、養子に出され、1909年に感染症に感染して死亡したと結論付けています。妻と交わした奇妙な契約。アインシュタインとミレーヴァは結婚後、二人の息子、ハンスとエドワルトを授かります。けれども、彼の学問的な成功、1921年にノーベル賞受賞と、度重なる世界旅行のために、いつしか妻との間には隙間風が吹くようになってしまいます。ある時この問題を解決しようと彼は次の奇妙な契約を提案しました。あなたは以下の事項を承認します。1、私の服と洗濯物が良い状態に置かれている。2、私は自分の部屋で定期的に3度の食事を受け取ります。3. 私のベッドルームと書斎は清潔な状態であり、特に私の机は私以外の人間が触れてはなりません。社会的な理由から必要な場合を除いて、あなたは私との一切の人間関係を放棄します。さらにまたこんなものもありました。私が要求した場合、あなたは私に話しかけてはなりません。ミレーヴァはこれを粛々と受け入れます。後にアインシュタインはこの契約の追認を求める手紙を書いており、将来的には人間の個人的な側面は小さな異物に還元されなければならないのですと、妻に理解を求めているんです。そして彼はその見返りに、私はあなたにすべての見知らぬ女性と同様の適切な振る舞いを約束しますと誓っています。それから随分経って彼は一つの名言を吐きました。あらゆるものはできる限りシンプルにするべきだ。でも、やりすぎると、ことを子孫じる。ミレーヴァとのすったもんだから、自ら学んだ、手痛い教訓だったのかもしれません。アインシュタインの一つのエピソードがあります。毎回同じ講演をしていて、うんざりしたとき、ずっと付き添いをしていた運転手が、私は役者をやっていて、あなたの講演は一字一句覚えています。私と入れ替わりましょうと提案し、面白がってアインシュタインは一番後ろの席に座り、講演を聞いて
役者の演技に舌を巻きました。しかし本当に舌を巻いたと感じたのは、その後だったんです。なぜならこのいたずらはしばらくうまくいっていたようだが、ある時高名な学者が極めて高度な質問をしました。アインシュタインはバレたと思いましたが、運転手は完全に落ち着き払って最後まで質問を聞きました。そして運転手は、あなたの質問は極めて簡単だ。私が答えるまでもないので、後ろに座っている私の運転手に答えさせましょうと言って、その場を乗り切ったんです。ドイツ軍がアインシュタインの研究を利用し、原子爆弾を開発する可能性が高いと知り、アメリカへ核爆弾開発の必要性を訴えます。しかしドイツ軍は原爆の開発に成功せず、アメリカは成功いたします。広島長崎に原爆が落とされた事実を知ると、驚愕し、落胆の声を漏らします。湯川秀樹がアメリカに滞在しているときに、その元へ出向き、原爆で何の罪もない日本人を傷つけてしまった。こんな私をどうか許してください、と涙を流し、何度も深く深く頭を下げたそうです。